雲に輝く流浄の青葉の嵐仰ぎ見よ、矢作の流れまさに見よ、伊沢は高しこの力、岡崎トレア我が郷土、いざや行け行け青い武将隊、いざ出陣じゃ。今日もクールに行こうか。
サインは後でな。先祖伝来主君に仕え、松平の神仕事さ。幼き頃より家康公の御民と攻めし、一向一揆を改修し、一度たりとも負け知らず、ただ勝つのみと名付けられし、戦国最強の武将。我こそ本田忠勝。はあ、竹千代様、やった天皇の神外は家康公の片腕と、誰が呼んだかそれがしは幼き殿のお目付け役、冷静沈着切れ者と三河武士の鏡とて徳川四天王筆頭、世界だねすぐ。天下は一人の天下にあらず、天下は天下の天下なり。我が辛抱官人と幼き頃より戦国の定めという名の濁流に流れず耐えたそれがしの生涯かけたる望みとは、天下太平の世。超えて激動の平成の世によみがえる三河武士、我らが家康。家康だ。大将家康公、青い武将隊。Thank you.
おしゃべり。本日はお暑い中お集まりいただきありがとうございます。暑いでしょう。もうすぐの辛抱です。ね、すぐ夏を通り越して秋がやってきますから、まあ我々の演舞を見て涼んでってください。これからご覧入れますのは青い小劇場でございます。まあしっかり見てください。9月の15日には青い小劇場の総括といたしまして、赤嶺ホールにおきまして演劇公演を行います。あちらの方に演劇公演のご案内のチラシがございますので、一度ご覧いただければ幸いかと思います。それではいよいよ始まります。ゲイとイヤスコアウィング総体のおい劇場始まり始まり。時は戦国、軍友割拠の時代。家康公の嫡男信康は長篠の戦いの活躍は目覚ましく、将来を期待される若殿であった。しかし信康の妻徳姫は父信長に手紙を書き、信康と築山御前が武田氏と内通し共謀していると知らせました。激怒した信長は家康に対し信康、築山御前の処断を命じました。お腹すぐただいま戻りました。夏ご苦労でやった。して尾張殿のご機嫌はいかがであったか。はっ、信長公はご嫡男信康様、築山御前ともに切れ殿を指図にございます。なんとそれはまことか。はい、信長めついに牙をむき出したか。我らは信長殿の嫌いではござらん。坂井殿からそこへ呼びつくのだ。受けてましょう。つまるんじゃ、つまり黙るな。して尾張殿は何故のお沙汰であったのか。信康様のご不審は十二箇条にも上りました。その第一は近頃岡崎近辺で流行り出しているという踊りのことでございました。あの踊りは今川義元が田楽狭間に倒れ、その子氏真が家督を継ぐと流行り出した踊り。農民が領主を信頼できなくなった時に流行る王国の踊りにございます。いい気分。信康様もまたその踊りを好まれ、自ら進んでムラムラを踊り歩くばかりか。その踊り方の拙いものに腹を立て、弓を取って射殺した。これは領主にとってあるまじきこと。忠次、はあ、信康はまことそのようなことをしやったのか。はい。大人どもはなぜそのことをわしの耳に入れなかったのだ。お耳に入れれば殿はお叱りになりまする。そうなれば信康様は今後告げ口をしたとその大人に当たりまする。第二は、第二はお鷹狩りの帰りに僧侶の首に縄をかけ馬にて引きずり殺したこと。第三は、第三は榊原小平太が幾度も歓迎するのを怒り矢をつがえ射殺さんとしたことにございまする。これで、はっ、信康はまことそのようなことをしやったのか。はい、
して、その時そなたは何とした？罪なきそれがしをご成敗ならば、殿が何とおぼしめされるかと申し上げました。顔色を和らげ、そのまま奥へと入られました。内容は築山御前についてでございます。それは我らが大関武田勝頼の密書を持って内容し、織田徳川の両家を滅亡なさんと計りすことと。わかった。尾張殿のあのご起訴では後へは引かねばい。信康の解釈を頼む。わかり申した。下がってよい。注意深く生きなかったのか。殿！おう、期待した。若殿の過ちは皆森役であるこの近吉に全ての罪がございます。どうかわしの首を安土にお届けくだされ。さすれば信長公も若殿までのお命までもと申しますまい。しかしそなたの心に涙が出るほどの思いじゃ。だがそなたを切腹させるわけにはいかん。なぜでございます。六歳の折から人質に取られ、同じ釜の飯を食ってきたそなた、我が子可愛さのゆえに切腹など愛だろ。殿にはまだ近吉の心が分かっておりませぬ。分かっておる。分かっておるから許せぬのじゃ。いいえ、分かっておりませぬ。わしは心底殿に惚れてき申した。6歳の折からおそばにあり、大切なご嫡男の養育を任された。それでこの近吉の心は隅々まで殿に通じたと思うて喜んでおりました。ところが殿はこのわしの言葉を何の忠義と判断されておる。それが口惜しい。殿、殿にはわしの信康様への愛情も分かりますまい。わしは信康様を我が子以上に愛情を持って育ててきました。その信康様が切腹されて、この近吉がおめでと生きてるとでも思われますか。おいおい言うな近吉。おう近吉、わしはなこれまで平和を願い、正義正義と言いながらも多くの人々を諌めてきた。そのわしが我が子の愛に溺れて家中の柱ともいえる人間どもをみすみす殺していいと思っているのか。そなたを処分したところで信康の切腹は免れない。しかしわし家康の天下太平を望むこの家康、戦国における
の表ここはどうか分かってほしい。この通しや違います。何もできれば私がいろいろお話をさせてもらっても先ほどまでのお芝居の余韻がいっぺんに行って突っ込んでしまいますのでここは家臣に祈りたいと思います。はあ、その役目じゃあわしら本田家族が受けたまわりで言いましょうかな。はい、なんか本音させてしまった。もう先ほどの信康切腹いかがでございましたでしょうか。ありがとうございます。我々演舞でこういった少しばかりの短いお時間をいただきまして、劇を披露させていただいておりまするが、なんと2ヶ月後の来たる2月15日に我々すぐ近くの赤雷ホールにて、なんと劇を、やり申します。ロード徳川のロードこの命徳川のためにと題しまして、三河一向一揆を題材にね、1時間ほどの劇を、行いまする。まだまだねチケットの方そちらの観光売店にて販売いたしておりまするので、ぜひともチケットをお持ちでない方はぜひ今でも間に合いまするのでよろしくお願いいたしまする。とまああれじゃなかった、知り合いとかにお申し買いたいよっていう方がおりましたら、まあ、チケットピアにいてもただお買い求めができまする。家ぜひぜひ、いっぱいあるみたいだから、そうじゃ、まあ、ぜひぜひ皆様たくさんの方を誘っていただいて、うん、ぜひわしらの舞台を見に来ていただけるととてもありがたいかなと思っておりまする。そう、あと、まだまだまだお知らせございますぞ。本日7月7日からとあるものが発売いたしました。お、それは何で、そちらは東大阪駅近くにございます、うん、お寿司屋さん田の目寿司に、なんと我々の青い武将隊初の食べ物グッズ、グレート家康公青い武将タイ茶漬けというものが、タイはタイ、タイのな、説明せんでも分かったで、発売されました、こちらはねタイが、八丁味噌と一緒にねこうネリネリとしたすごい美味しいものでございますので、だけど高いんでしょと思われる方おると思いますが、なんとお値段1050円。限定何食とかないか、お昼に限定10食、そして夜に限定10食という形になりますが、なのでぜひ、お求めの方はお早めにジャノメ寿司さんに、あとねジャノメ寿司さんはわさび寿司といった、ね、ものがございまして、非常に私におすすめでございます。食べるとね鼻がねポキッて折れるぐらい硬いことがみんなすごい好きだから、よかったら食べてね。さらに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 お知らせ、はい、東公園の方にね本田忠嗣邸という、ね、建物が昨日の土砂降りの中オープンいたしまして、こちらは私本田、一家忠勝系の家系の、先祖の方の先祖というかな、先の方の子孫の方の建物でございます。非常にね素敵な洋館の中で、そうだよ、ぜひ足をお運びになっていただければ幸いにございます。そうだな、立ち中パス、うん、ここまで言われてわし言うことあるか。肝臓が一番過剰反応しちゃった。ということで、次が
間も迫ってまいりますので、そうじゃあ殿よろしくお願いいたしまする。Ladies and gentlemen, we are kept united in Seoul. We present for you Gold A4R.岡崎平氏、レディスゴI'm not star! それでは皆